さあ、看護学生の皆さん、えー、またつ次の動画を作りましたよ。あの、まあ、この動画はですね、もうゆるーく、あの、僕が勝手に独り言のようにですね、もう皆さんのですね、もう勉強の邪魔はし,したくないんですけれども、勉強にちょっと飽きたなーなんてね、あの、だけど勉強しなきゃいけないなーとか、やらなきゃいけないのに勉強できないなーなんていう看護師さん、看護師さんをね、目指す学生さんのためにですね、あの、まあ、とりあえず聞いていればなんとかなるというですね、ポッドキャスト的なですね、皆さんのですね、 そのちょっとやらなきゃいけないけれども、ダラーンとしてるですね、その気持ちをですね、私がもうね、もう受け取っちゃいますのでですね、その時に私がガーンといいかやるぞとかって言うとですね、もう拒否反応を起こすので,、えっとですね、僕もですね、その皆さんのこのやる気のないトーン、やる気のないって言ったらちょっとしてるかもしれないですけど、ちょっとダラーンと休みたいんだ、でも勉強しなければいけないんだっていうですね、あのー、ですね、そのトーンに合わせてですね、あのー、ちょっと喋ってみようかななんていうふうに思うんですけど、この病気はですね、どんな病気 かっていうとですね、もうこの写真をね見てほしいんですけれども、激烈な痛みが出てくるんですよ。まあ、ちょっと典型的なね一個の例で言うと、突然ですね、突然胸がグンと痛くなるわけですよ。痛くなってあけ痛い痛,い痛いなんかこれなんかすごい痛い気がするって言ってですね、なんかこれ絶対おかしいぞって冷やせ書いてですね、これ救急車呼ばなきゃ絶対おかしい。おいおいおいおかしいよって俺はなんかおかしいかもしれないって言った時にですね、痛みがだん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 ですね、なんか背中の方にこう移動していくんですね、この激烈な痛みですよ。まあ、ちょこっとチクッとした痛み じゃないですよ激烈な痛みですよ。激烈な痛みがだん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 ん背中の方に移動していくような感じの、えー、特徴的な病気があるんですよ。私たちこれをもうこれを聞いただけでですねもう胸からその後に背中の方がなんか痛くなってきたっていうですね激烈にですよあの。救急車を呼ぶほどにっていうことですよ。あの僕もたまにありますけれども何て言うかな自分で勝手に胸からちょっと背中まで痛くなったちょっと肩こりかなみたいなそう,そういうようなやつじゃなくてもう劇的にもう救急車呼ばなきゃおかしいっていうぐらいの。 人生で経験したことない激烈な痛みっていうのが、ね、胸から背中に移動していった場合ではです、ね、あのこんな疾患が考えられる、こんな病気が考えられるんだよってですね、言うとです、ね、それがねこちらなんです。 大動脈解離なんですね。大動脈解離ですね。で、そもそもね、大動脈って皆さん聞いたことがあるんですけど、大動脈の血管、血管って血管ね、心臓から出て血管なんですけど、大きく分けると、大動脈っていうの疾患っていうのを大きく分けるとですよ、いっぱいいろいろあるんですけど、大きく分けると3つしかないんですね。で、その3つをね、ちょっとね、今から示しますね。で、その3つっていうのはね、簡単に言うと、動脈瘤、それから動脈解離、それから動脈、動脈自体の動脈硬化の、えっと、 っていうですね、まあ、基本的には閉塞性動脈硬化症みたいですね。この3つのパターンがあるんですよということですね,ね。絵で見ると、例えばねこう、破裂すると危険な動脈瘤ですね。ほとんど無症状でしたよねって。無症状で、あのーね、経過をすることがあって、破裂する直前に痛くなっちゃうわけですよ。だからその非常に、ね、無症状の間に発見したいなっていうのが動脈瘤です。それから帰りていうのは、動脈の、ね、内側、一番の,この内側に亀裂が入っちゃうんですよ。これ、これ、これ、これこ、こ,ここ、ここ。 ほ本当はこれピタッとくっついてるんですよ。ピタッとくっついてるんですけど、内側にかりがこう入ってきちゃうがばっかりにですね、あのこう血管がこう裂けていくわけですよ。あのそんなことが起きちゃうんですけど、この裂けるんですけどね、問題は何かっていうとですね、あ例えばここをこう輪切りにしたときっていうのは、えーとですね、こう例えばあったときね、本物の空と これ真空って言うんですけど、義空って偽物の空って2つできちゃうわけですよ。それがね、あの問題なんです。でね、どういう時に問題かっていうと、例えばですね、この,この絵を見た時、こっち上にはですね、頭に脳に行く大事なね、脳に行く血管があるわけですけど、ここのところね、義空から血流が行っちゃったりすると、血流が弱くなっちゃうわけじゃないですかで。そうすると脳梗塞とか起こしちゃったりするわけですよ。で、あのね、本当にひどい場合によってはね、あの、 こういったところがさこのなんていうかなこの。 どん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 大きくこの海離空がどん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 こうやって大きくなっちゃうとやっぱり他の臓器血管自体を閉塞しちゃったりすることがあるんですよね例えばですよ例えばここにちょっとここの絵では書いてないけど冠動脈っていうのがあるわけですよ冠動脈って心臓に行く血管ね冠動脈っていうのがあってですねこの海離空が出てくると簡単に言うと内側にこうやって盛り出してきちゃうわけですよ海離にどん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 血液が入ってきちゃうから内側に盛り出してくるとここの冠動脈 入り口をね塞いじゃったりするわけですよそうすると心筋梗塞も起こしちゃうよと、ね、いうですね怖い病気なんですねで帰りがこれ、ね、移動するってどういうことかっていうと初めにですよ初めにこの上の例えば胸部のところにこう、ね、亀裂が入っちゃってねあのこの初めはねこの現場だけなんですよ胸部のとこだけこう帰りが起きてですね帰りが起きてると血管の痛みが出るわけですよいて,ててててってでところがですね下から心臓ですから下からこうやって白く吐動っていうかさ血流が来るわけです あくまでも血流が全身に行くように。 あの血流がいきますから心臓を拍動してますからその,度にで、ね、の,の,のですにこの菊、この三層構造の内膜と中膜の間に血流がどんどん,どん,どん入っていっちゃうわけですよそうするとですねこれがきれいにこうどん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 裂けていってしまうんですねで大動脈の走行っていうのは前側から、ね、後ろ側の方に行くんですよね例えばこの絵でするとするとですねここにちょうどまあ心臓がこうやってあるわけですよでどちらかというとこっちって前側なんですよねこう例えば見た場合に えとこっちがね胸胸側なんですよでこっちがね背中側なんですよで大動脈っていうのは背中側の方に走っているので肺物に移行,移行していくんですよね。だからこう胸からだん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 肺物って背中の方に痛みが移動してしまうっていうのが大動脈解離ですよとそれに対して閉塞っていうのはねこれこれですね閉塞性動脈硬化症っていうのは 足のに行く血管の動脈硬化で血管が詰まっちゃうよとそうすると足に血管がいかなくなっちゃったらひどい場合にはこのような重症視失血って言ってあの足の方に血流がいかなくなっちゃうんだよっていうのがねあの動脈の疾患なんですけどねあの今日はね急性か離で、ね、動脈か離の話をしますけど今ほとんど話しちゃいましたけど。 ね、ここもまた見てくださいねってね心臓に心臓があって特に左室があってね大動脈弁があってで大動脈の血管にこう血流が流れていくんですけれどももしもたまたま何かが原因でここのところ内膜に傷がついてしまうとうちね本当の真空と胃空って言って。 ねえとこの酸素構造の内側と外側内、内中膜、内膜と中膜の間に、ね、血流が入っちゃうんですよね。で、それの本当の方ね、これ例えば輪切りでヒュッと切って見た場合に真空って、ね、本当に血液が通らなければいけない方と、ギクって言って偽物ね、割れてしまった方ね、あのーで、あ、これが内膜ですよ。これ、こ,こ,これ、これ、これ。 この外側が、ね、膜外側も当然外膜と言うんですがその真ん中を中膜、ね。 で酸素構造になっちゃうんですけど、まあ、外膜がねしっかりしているんで、破裂はしないんですけどね、この症例はね、あのこ,のこんな感じなんですけど、もちろんですね、この竜の、この,か帰,りの帰りの血管がどん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 でかくなっちゃうと、えー、帰りの破裂ってことはもちろんあり,ああり,あり得る話ですけれどね、あのですねこういうのが大動脈帰りっていうふうに、ね、言われておりますね。だから、あのポイントはね痛みが、えーとですね、移動するよってことがポイントなんですよ。じゃあどうやって 治療を考えねばいいのかってですね、あのそうだよねあの、帰りを起こしてしまった後、で救急車で運ばれてきたよ、ね、あの増呈してみたら CT の増呈してみたら、血管の乖離だったら、じゃあどうやって治療したらいいのかっていうと、うんとですね、あの血圧を下げるとかっていうのは、まあ、も,ちもちろんそうなんです、もちろんというかね、血圧を下げると血管の中の圧力が下がるので、 あのね、血圧を下げるのはそうそうなんですよ、血圧を下げたいですよね。ですから、急あの救急外来で来た時に、まずね、血圧を測るんですけれども、血圧が200だって言った場合に、ですね、血圧をスーッと下げるような方向に行くんですけど、あ、特徴的なやつがあって、これ、左と右のですね、血圧の左右差が出ることがあります。えー、例えばですね、なぜかっていうと、例えばちょっとこの,この絵で見た時に、えー、よいしょ、この絵で見た時にねここ、ここに行く結果はね、右手なんですよ。 右手でこっちに行くのは左手に行く血管なんですけども左手のところに、ね、もしここにこう帰りがあって血流を閉鎖しているようなことがもしあったとしましょうよあったとすると左手に行く血流が減るんですねそうするとですね左手の血流が下がっちゃあの血圧が下がっちゃうわけですよでも右の血圧は正常だな正常というかね、えー、右の血圧が140ですでで左の血圧が140あもう右が例えば200ですで左の血圧が140ですみたいな感じで血圧のですねすごく大きな差 がが出ててきちゃうっていうっいのがですね、まあ、あの特徴かもしれないでもいずれにしろ治療はどうするのかっていうと血圧を下げるよっていうことですねあの血圧をねあの点滴を使って点滴で血圧をねスッと下げたりあのしますであとね外科的な手術をすることが多いんですけども 私たちその臨床医っていうかね,、えー、とですね、ある分類を使うんです、なんとか、なんとか A 分類とかね、な,なんとかの A とか、なんとかの B とかっていうんですけど、これはね、あのねスタンフォードっていうんですよね、スタンフォード大で多分作ったんだと思うんですけど、スタンフォードの A 型は手術をするよと、でスタンフォードの B 型っていうのは、えー、と手術をしないで、そのまま、えー、内,服の内服というかね、あの点滴とか内服で血圧を下げて、保存的に見るっていうですね、選択を取ることが多いんですけども、 えとスタンフォード A と B って、ね、何が違うかって、ね、も知ってる方ご存知かな例えばです、ね、これスタンフォード A タイプなんですけども、えー、とスタンフォード A っていうのはです、ね、この上胞心,心臓がついたその上を上胞の大動脈っていうんですけどこの上胞の大動脈に帰りを生じた場合ここですね。 その場合にはですね、スタンフォード A と言います。で <laughs>、上皇の乖離が起きている場合には、私たち緊急に手術を外科の,の先生にお願いすることが多いです。なぜかというと、死亡率が高いからです。で、えっ、ー、とですね、この上皇血管は大丈夫だと。例えばね、ここ,ちょこの血管ちょっと割れてますけど、えっ、ー、と、あこっちですね、これ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 、こっちこっち。 上校は大丈夫だけど、こっちの方のですね、下の方の下校大動脈の方から帰りが起きているよっていうことが分かっている場合には、これはスタンフォード B といってですね、内服、あの保存的な治療で見ることが多いんですよ、というのがね、あの、スタンダードですと。まあ、でもそんなこと言ってもですね、お前ささっきさ、お前さって僕ね、あのね、あの、 <laughs> いろんな、ね、血管があってその、ね、血管を閉塞してしまうのがかえりだとあの例えばねひどい場合には頭に行く血管を、えー、と閉塞させてしまったりこのかりによってねあとは例えば腎臓に行く血管を閉塞させたりすることがあるわけですよでスタンフォード B でもスタンフォード A であってもですねその臓器の虚血っていうんですけども、えー、と頭に行く血流がかえりによって少なくなってるとか腎臓に行く血流が少なくなってるとかお腹に行く腸管に、ね、行く血流 血流が少なくなっちゃってる。帰りによってその血管が圧迫されてるんだっていうようなですがものが出てきた場合にはこれも手術に行きますよということで、えっと、基本的にはスタンフォード A、B を覚えておいてくださいね、えっとね、イメージはここですよと、スタンフォード A 型は手術ですよと、上行に帰りが及びますよと、スタンフォード B 型は上皇は帰りがないんだよということですね、下行以下に、えー、血流があるんですよというふうに、ね、言われてます。でガイイドラインでも A 型は基本的には手術を しようね。という風に言われています。それからえっ、ー、と b 型ね、えー、スタンフォードの b 型っていうのは？ ね、B 型の方は何かっていうと、えー、基本的には保存なんですけどね合併症といって血流はほかの臓器の血流を阻害するようなものがあった場合には、えー、と専門チームによって、えー、と話を必要として手術をしてくださいねと基本的に内科的にはですね腎臓の血流が落ちてきてるって思った時とか腸管に血流が落ちてきてるっていうことがあれば手術の方に向かったりしますでも、ね、お願いしますっていうような形で外科の先生にお願いすることがねあの僕たち的には 多いですよと、ね、いうことですそれから えっとですね、いろんな症状が出るんですけれども、大動脈解離って、ね。これね、これ、あのこのガイドラインから持ってきたんですけど、これね、当たり前すぎて説明したくないんですけど、ね、でもね、説明したくないって言われたら、なんか、なんか感じ悪いじゃないですかでで。一応説明しますよ。一応説明しますけど、皆さんちょっと怒んないでくださいね。これね、な、な何な,な,なのかっていうとですね、あの、血管がこう下げた時にですね、肝動脈を閉塞すれば心臓の虚血になりますよっていう図なんですよ。で、 頭に行く血管が閉塞したら脳拒絶、脳梗塞を起こしますよとかね、腎臓に行く血管が閉塞した場合には腎拒絶になりますよ。肝臓が閉塞した、あの肝臓に行く血管、ね、が閉塞した場合には肝臓の拒絶になりますよと。腸管に行く血流があのおかしく、いかなくなっちゃうと腸管に血流を、うん、障害が起こしますよと。まあ、同じことですよ。下肢ですよ。下肢も、あのそうなの血流障害を起こしたりしますよ。 なんていうですね、あのいう,、まあ、もうことでも、まあ、実に当たり前と、いうですねあのそんなこと、まあ、その行った先のね血管を塞いでしまうと、その臓器がおかしくなりますよ。肝臓に行く血管が、えー、閉塞してしまえば肝臓の虚血を起こしますよっていうですね、あのこれが急性か離の、えー、っですね、まあまあ、起こり得る、まあ、いろんな症状というか合併症ですよということですね。かい、ね、離っていうのは単なるですね血流を、えー、なんだか塞ぐだけじゃなくて、ね、ちょっと出血したりするんですね。まあ、イメージ的にはなんかじゅわ バーっと出たりですねこの外の皮一枚がちょっと破れちゃったりしたりするわけですけどそうするとですね例えば胸の方で起きたりするとえー、っと。 胸の方に出血をしたりとか心臓の近くで出血をすると心臓の周りに心タンポナーデてって、ね、これもね危ない状況になるんですけど心臓の周りに血液を溜めてしまって血圧がほとんど出なくなっちゃうような状況になったりしますそれからお腹の方の血管で下げたりするとお腹の方に出血をしたりしますよということで帰りっていうのは閉塞もあるんですけど出血もしてしまうこともあるんですよとねいうことですねここでちちょょっっとと、一挙にね、ちょっと えと国家試験第107回の看護師の国家試験の問題をねちょっと見てみようかなというふうに思いますけれども、えー、急性大動脈解離について正しいのはどれかですね1大動脈壁の外膜が乖離するよってね、えー、正解は内膜ですよね内膜が乖離しますよとで診断には造影剤,剤を用いない CT を行うってこれあの結論から言うとバズですね診断には造影、ね、剤を用いる CT 検査を行う。 いますよ。ということですね。ええー、とですね。血管を移すためにはですね。簡単に言うと、例えば心臓の血管もそうだし、頭の血管もそうですし、お腹の血管もそうなんですね。で、大動脈もそうなんですけども、造影剤っていうのを使います。で、えー、具体的には何かって言うと点滴って血管の静脈に取るじゃないですか？そこからですね。造影剤をね。ビューって50とか 100cc だいたい体重によって違うんですけど、あの血流にこう心臓とかまその中でね。血流を打つんですよ。そうするとですね。あの放射線技師さんってあの人？たち すごくね、本当に僕は天才だと思ってるんですけどあのちゃんとね動脈にちゃんと造影剤が行き渡った瞬間に撮影してくれるわけですよ。 であの動脈に入った、動脈がね、私たち動脈が見たいって言った場合、動脈にちゃんと造影剤が入ったけタイミングで綺麗に撮ってくれて、逆に言うと、私たち、静脈を見たい場合には、ですね技師さんたち、静脈がちゃんと綺麗に染まった時間帯を見て、静脈の写真を撮ってくれたりするんですね、いずれにしろ何が痛い,いかっていうと、血管の造影の時っていうのは、えー、造影剤が必要になりますよということですね、ちなみに造影剤っていうのは喘息の方にはね、ちょっと注意して使ってくださいねって,っていうことですね。で 3番目ですね、スタンフォード分類で B 型は緊急手術を要するよというふうにですね、えー、とこれもバツかな、えー、スタンフォードの A 型では緊急の手術を要しますよということです。 若年者ではマルファン症候群の患者さんが見に見られることが多いようですね、これ、マルですね、えー、特にです、ね、マルファン症候群だっていうふうにです、ね、診断されている、えー、患者さんがいた場合にはです、ね、私たちもです、ね、レントゲンを取って、えー、と動脈の周りがあの腫れてないかっていうのをです、ね、あの確認することが多いですよということです。 でえー、次いきますよ動脈解離について適切な不,不適切なものはどれかとこれ僕が勝手に作った問題なんですけどああそうだな、ね、これ医学部で出したやつかもしれない。 不適切なものはどれかでまあそうするとおおよそ合ってるわけですね。若年家族歴 A いきますよ。若年家族歴、高身長などはマルファン症候群を疑ってくださいね。マルですよと。で激烈な痛み、共通後突然自覚し、背部にも痛みを伴う。かっこ移動性の痛み。マルです。で上司の血圧の左右差を生じることがあります。マルですよね。ってね。海陸海陸が冠動脈を閉塞するとあ閉塞するとそうですね。心筋梗塞も合併する。 そうなんですよね、冠、えー、動脈をね、あの閉塞したことがあるんですよと。いい、e、痩せ型の男性で肺気腫がリスクファクターであるよと。でこれはちあの、まあ、大動脈解離にですね、痩せ型の男性、肺気腫がリスクファクターであるっていうのはですね、間違いで、ですね、えーっとまあ、もちろんこういった方が起こさないってことではないんですけど、まあ、試験的に言うと痩せ型の男性で肺気腫っていうとですね、これ桔梗ですよね。 気境,あの気境っていうのは肺が肺のところがこう何て言うかなあの破れてしまって肺がちっちゃくなっちゃって胸が痛くなるやつですねそういうので痩せ型の男性でタバコを吸ってる人とかですね肺機種になってる人と、ね、いうことですねなので、まあ、これ共通の鑑別的なものですけれどもね試験的にはですね E はえっ、ー、となんだっけえー、わー。 腫、肺気腫であげて、気胸はね、緊張の気胸ですよ、とね、いうことです。まあちょっと難しかったかもしれないですけど、えー、激烈な痛みで、痛みが、まあ、胸部からこう背中の方に移動していく、もしくは背中の方がどんどんどん始め上だったけれども、だん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 下の方になんか移動していったよっていう場合にはですね、大、えーねえー、動脈解離とかね、急性大動脈解離とかっていうふうに言いますけど、えー、このような疾患が疑われるということです。えー、っとね、本日も、えーっとね、今日の終わりたいと思いますけれども、 看護、えー、学生の皆さん、えー、ですね、あのー、ご苦労様でしたね。ゆるーくね勉強できるといいなという風に思います。頑張ってね。